ちょっといいですかね。はい。あの、前回彼、相棒と一緒に来たじゃないですか。で、その相棒との、なんかこうやり取りとか。あ,<ー>あと、最後に彼。ね、本当はナッシングのところを。踏ん張ろうとしたところとかが、多分皆さんの印象、僕の印象にもすごく残っていて。そこが、なんか、こう、拭いされないんだけど。もともと、多分、プライド君、こうなんだと思うんですよ、僕。お。逆に、こっちがプライドさん。うん。多分。ほう。なるほど。うん。うん。で。 実は人間そんなに短い時この間トマッピーのとこに行って一緒にあの何あの審査員やった帰りにみんなで中華料理に行ったんですよ、はいで。もちろんトマッピーのご馳走じゃないですか「はい、今日ご苦労さん」みたいな。だから彼平然と好きなものを自分で頼み始めたんですよ。<laughs> でもうでそれ見てまた僕説教してたんですね「お前さ」って「あの間違ってるよこれは」みたいな。さあまた やっぱり僕結局はあのこういうの勝手にしようみたいなふてくされちゃってみたいなところもありましたはい。でも最後に僕がちょっとあの彼変わったなと思ったのは彼女ができたんですよおお<ー>、ね、どっちから告ったの <laughs> <laughs> あ僕からですああ、フライト君からはいでそのゲームを制したとそうですね <laughs> <laughs> 何でもゲームなんですね <laughs> 彼女についてはそうですね。自分から告白して、はい、はい、付き合うことになりました。話広がらない。<laughs> もうちょっと語ってほしいですよね <laughs> あ。いや、その件に関して言えばですね、はい、本当にもう岩井社長のおっしゃれぶりだなっていううに思ってです。いや、まあ、なかなかその名物人と旅に行く機会っていうのも自分の中で、もう社会人2年ぐらいやってたんですけど、自分の業態だと女子と一緒に旅に行く機会っていうのも少なくてですね。 もう自分の分のはなんか自分で払えばいいやみたいな感覚で普通に頼んでしまって申し訳なかった <laughs> いや,いや全然僕は全然大丈夫だったんですけど <laughs> あの安い店でしたしなんかあのその後とふてくされてたようにも映ったかもしれないですけどあのちゃんと「先生お帰りにになられたた後に反省ししてましためっちゃ <laughs> そういうもんなんですね」って言って「知らなかったですよ」うん、っってそうあのやっちゃったとか言って多分、うん、こういった側面も、うん、おそらく元か本来持ち合わせていた 部分なんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけどそれがその人として魅力がないっていうかまあ主催者としてどうなのって言われてしまうと難しい、まあ、部分では。まあまあでもこれやりたいんですよね要はね、はいうん今。今はこれのもうその30人規模ではうまくいってて、はい、でみんなに喜ばれてるとそれをもっとでかい規模で喜ばれて自分も満足度があるし喜んでくれる周りの人たちもこういるし、はい、そういう関係性が増えていくから。はい よりボードゲームにも恩返しできるしっていうそういうことですよね。はい。